別に悪いところはなさそうだがね。そう、私にもどこが悪いのか分かりません。しかし病院というところは結構なところですよ。一日中出入りは自由、おまけに警察の目は届かないし、こんないいところはありませんよ。事務所にはね。うん、考えたな。よう、また会ったな。どうしたいその花。ところで、このなりじゃ弱ったな。どうする？大丈夫。大丈夫。連絡してやる。もうすぐ来るよ。うん。ほら来た。どうぞ。どうも遅くなりました。いや、どうもどうも。あら、マヤ。うわ、松愛ちゃん、いつ日本へ来たの？今朝来たのよ。しばらく元気そうじゃない？ありがとう。何しに？これ。何これ？スインさんに頼まれたの。そう、それはご苦労様。あ、ママさん、どうぞ。いや、どうもどうも、つまらないことをお願いしてすみませんでした。本当よ、この時間はまだ寝てるんですよ。こんな大きな服どうなさるんですの？こちらに来ていただきます。あ、こちら道門さん、友達。こちらマヤさん、銀座のクラブドリゴのママさんです。マヤです。ほう、これは美人だ。やっぱり日本へ帰ってきてよかったよ。お茶が入りましたよ。どうぞ。あ、そう、さあ、どうぞどうぞどうぞ。ねえ、なんつってんの？ん？いいこと。ね、頑張ってね。いらっしゃいませ。あら。よう。いらっしゃい。やっと来てくださったのね。お待ちしてたのよ。おお、夜はまた一段と綺麗だね。お上手ですこと。その殺し文句、いつまでおっしゃるつもり？あんたが落ちるまでさ。まあ、さ、どうぞ。よくお似合いね。まあ、俺の趣味としては、こんなご体操のやつは窮屈で困るがね。贅沢おっしゃって、着るものがなかったんでしょ？どうしてあんなことになったんですの？ホテルの感情を踏み倒してつらかっちまったんだ。さて、今度はこっちが伺う番だ。スインとあんたどうなってんだよ。どうって、スインさんはここのお客様。今日はご一緒じゃなかったんですね。口説かれたのかい？誰に？スインさん。まさか。じゃあ俺が口説こう。サリトが言ってたけど、あなたってそっちの方お早いんですって。ああ、ところでどうしてサリトのような女を知ってるんだ？知ってるどころか、シンガポールで一緒に育ったのよ。へえ。私は戦争で親兄弟を亡くしたみなしご、日本を知らない日本人。やっとこの頃慣れましたけど、そんなことより飲みましょう。アキラさん、いらっしゃい。はい。いらっしゃいませ。おお、これまた美人ご到着だ。アキラさん、気をつけなさい。こちら調子がいいんだから。どうぞよろしく。いや、あ、召し上がってないのね。はい。あ、綺麗だね、アキラさん。お店を間違いになったんじゃありませんこと？ダメじゃないの、スインさんの恋人を怒らしちゃ。スインの？あいつも物好きだな、あんな尻の青いの。いいえ、あの子大変な人気よ。まだ入って1週間なんですけど。へえ。
こんなところいないでください。よう、さっきは失礼。ところであんた、ワンモンスイの恋人だってね。どう？ここのママ。殺されたヤンが事件当夜まで通っていた相手。ヤンの恋人か。マヤは男を作らないわ。この店は関係なし。あなたの方は？スイは組織の中核だ。まだ上にボスがいるよ。ボスが分かり次第叩く。もう一つ。何？俺はこの手でヤモンや鉄を掴んでやりたい。気をつけてね、どうも。やあ、エッチ。さあ、どうぞどうぞ。一杯どう？結構よ。ああ、どうしたの？いらっしゃいよ。嫌い、あんな人。どうやら仲直りできなかったようですね。する気もないさ。